今回はこちらの RDA のレビューです。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。どうも、動画の方をご覧いただきありがとうございます。ジャパンベイプ TV のゆうです。さあ今回はこちらです。マッドドッグ RDA、 こちら今回ヘブンギフツの方より提供いただきました。ありがとうございます。さあマッドドッグ RDA、 実はこれユーリ RDA を出してるねデザイアーからリリースされた新しい RDA になります。さあユーリからね、まあなんかギャレンか、ギャレンはあれダメだったけど、ダメっていうかなんかあんまり不発だったけど、今回はどうなったんでしょうか。じゃあ早速手元で解説していきますので、そちらの方をご覧ください。どうぞ。それではマッドドッグ解説していきます。中身すごくシンプルです。これがマッドドッグ RDA 本体ですね。で予備のネジとオーリングと六角レンチがついてます。これでもかなり太いですよね。芋ネジとこのネジは何なんです。これもデッキ用なのかな。キャップとデッキ分離するとこんな感じです。直径が約24ですね。これベースプレートに人が傷つかないようになのかな、はめ込まれてるので、この気遣いは嬉しいですね。このキャップが被るとね、ちょうどこのベースとぴったりつら位置になるのでね、違和感はあんまないです。でドリップチップはもう元々からビッグボアなんで、もう完全に爆炎向きというか、これキャップめっちゃ軽いんですよ。何これ、アルミで、あーアルミだねこれ、アルマイトかけてあるわ。でここがエアホールなんですけど、なんかなんだろう、ユーリそのままでっかくしました的な感じかなとか思ったら、デッキが全く違いましたからね。まあこんな感じのデッキになってます。六角で、穴自体は2ホールだけど4箇所止めれるようになってるんで、でもこのエアの入り口って完全にユーリから受け継いでますよね。じゃあ早速ビルドやっていきたいと思います。で今回 UD の26ゲージプラス32ゲージのクラプトンワイヤーを使うんですが、1コイルあたりがだいたい、まあ毎回これですけど12-13センチぐらい取ってれば OK です。で内径 2.5 ミリで巻きます。でこのワイヤーなんですけど、必ず焼き入れしたら1回水につけてください。鉄の臭みが抜けないので、必ずねコイル成形して焼き入れ終わったら水にジュッてこう冷やしてあげてください。はい、それではセットアップが終わりました。マッドドッグ RDA 吸ってみたいと思います。抵抗値がね 0.4 ゴームです、モッド読みで。はい、というわけでやってきました、マッドドッグ RDA。 性能はねほぼほぼまあユーリーが少しドローが軽くなったぐらいかな。で味の出方も、まあ今回クラプトンワイヤーで組んでるっていうのもありますけど、結構出てる方だと思いますよこれ。あのねこれね、まず RDA 本体がすごく軽い、まあやっぱアルミのキャップだし、ベースに樹脂のプレートを挟んでるのでモッド側に傷がつきにくいですね。ただし一点だけやっぱりちょっと気になったのが、ちゃんと手元で映してたかどうかあれなんですけど、コンタクトピンが、まあ510固定なんですけど、なんかね、ユーリと比べると少し出代が少なくなってる気がするんですよね。なので、ハイブリッドコンタクトとかで使う人、まあメカニカルとかのチューブで使う人はちょっと注意をしてもらった方がいいかなと。まあ、テクニカルモッドとかでね、使う場合はあんまり気にしなくていいと思うんですけど、でもね、これね、組みやすいですよ。結構、本当に。デッキ自体も、結局4箇所ネジがあるわけですよね。で例えばフラットクランプって言って、平らになってるとこうプレートが押し下がっていく
状態でこうバチンとワイヤー挟むタイプとかって、あれってビルド楽なんですけど、あれ逆に片側だけ固定してこうコイルを先に切ったりとかっていうのができないんですよ。なので一回コイル合わせてで切る、でもう一回外してもう一個も長さ合わせて切るとかやるんですけど、こっちの場合は組む締める切るでもう一箇所刺す組む締める切るっていうのがもうパンパンパンとできるんで、 楽だと思いますよこれは。うん、まあデッキの構造っていうのは基本もう好みです本当に。逆にユーリみたいなベロシティデッキでこうポストが2つ立っててね、上下でこう穴で合わせていく方が楽だっていう人もいるし、まあそれこそフラットクランプの方がまあ太いワイヤーも組めるしいいなっていう人もいるんですけど、マッドドッグは結構ビルド楽だと思いますよこれ。味もねちゃんと出てるからね、これこれだけねエアホールが大きく取られてるんですけど、面積がでもそんなになんか思いっきりスカスカっていうわけじゃないんですよこれ。あのギャレンはちょっとスカスカすぎましたけど、ユーリとこのマッドドッグに関してはエアホールがこれだけ広く取られてるけど、ちゃんと吸ってるぐらいのちょうどいいぐらいのドローになってるんでね、半分ぐらい締めるとねちょうどいいぐらいかな。うん、前回だとちょっと肺活量がない人だとしんどいかもしれないですね。何より味がね、大型化するとなんかエアホールの面積がガバッと取られちゃって、あ飛び気味になるっていうのが大体もうどこのメーカーさんもそうだったと思うんですけど、それがないですね。これは結構初心者の人でも使いやすいんじゃないかな。でやっぱ一番いい点っていうのが、これデッキ全体的に金メッキかかってるんで、まあ多少なりともですけど通電良くなってるのかなっていう気はしますね。でも本当にこれ比較的組みやすい形状だと思うんで、まあまあ最近大型のチューブモッドだったりとか、まあ、モッド本体がもうテクニカルとかでもすごいずぶとくなってきてる機種を使いたいな、でも RDA の背丈はちょっと低い方がいいなっていう人だったらこっちの方がいいかもしれないですね。何よりねこれアルミのアルマイトかかってるキャップね、すごいおしゃれ、色が発色がすごくいいです。でドリップチップもこれだけ大きいのにちゃんと味が出てくれてるっていうのはねすごい優秀だなと思いますよ。これだったらもうあれだよ、実はね僕最近ちょっと個人的に買おうと思ってた RDA があったんですけど、正直マッドドッグ届いてからあいらねえやって思っちゃいましたね。これだって全然味もミストも出てくれるんで、うん全然優秀じゃないですかね。うん全然買いだと思うこれは。ただコンタクトが調整できないのはちょっとこれが残念ですね。なんかデザイアって基本的にどれもそうなんですけど、まあ、ユーリ RDA ギャレンでマッドドッグでこの3つ全部コンタクトが固定式なんで、なんかねここをちょっと工夫して調整式とかにしてくれれば、まあ値段ちょっと上がるんだろうけど、それでもなんか需要あるような気がするんですけどね。なんか最近24mm 25mm のモッドが結構増えてきてるんで、なんか需要あると思うんですけどね。デザイン悪くないし、うんまあまあそんな感じで今回は結構当たりな感じのデザイアからの新作マッドドッグ RDA のレビューでした。今回商品提供いただいたヘブンギフツのホームページ下に貼っときますね。またよかったら見てみてください。こちらからメルマガ登録できるようになっているのと、あとよかったらこちらからチャンネル登録の方をお願いします。そしてこの動画が良かったなと思ったらぜひグッドボタン &SNS 等でシェアをしていただけると幸いです。それでは今後ともジャパンベイプ TV よろしくお願いいたします。